どうもどうも、こんばんは皆さん。あ、こんばんな。どうもどうも、よっす。みんな集まってくれてありがとう。おいっす。いやー、ちょっとね、お久しぶりになってしまいましたが、インスタライブ始まりました。こんばんは。あ、よかった、みんな続々と、こんばんな。音符、いやー、あ、いいね、みんな、あ、ガオガオ、そうなんですよ。今日はトラ、トラ柄ニットで来ました。こんばん、ハンバーグ美味しそうな。あ、みんな集まってきたね、ありがとね。よっすー、こんばんな。はい、ということでね、ちょっと1ヶ月ぶりになっちゃったんですけど、久しぶりにインスタライブでございます。みんな元気にしてたか。10月、そうね、今日11月だけど、でも10月は結構いろんなイベントがあって、直接会えた方もいるのかな。変わらなすぎて魔女。マジ魔女、そんな変わんないかな。あとちょっとでお家、あ、そっか、外からね見てくれてありがとうございます。ワンバンコ、こんばんは。はん、こんばん、ハムスター、あー、いいね。初見です、こんばんは。あ、はじめまして、ありがとうございます。ハロー、フロムアメリカ、ハロー、ヨーホー、ヨーホー。ヨーホーといえばね、31日はハロウィンでしたけれども、アポロベイクルーザー、ハロウィンのブロマイドをね売っておりまして、私は女海賊になりました。みんなブロマイドはゲットしてくれたかな。収録から変わらない。12歳だけどね、収録ってもう24になったんだけどな。お腹すいたな。あ、お夜ご飯まだか。みんな、私はさっきちょっとパスタを食べたよ。そう、10月は舞台とヒーラーあったね。そうなんです、10月、そうね、頭に朗読劇の千秋楽がねありまして、そうそう、コンビニエンスマン BB、 はい、無事にね終えられまして、でヒーラーガールのねラストライブもありましたよ。そうなの、みんな見に来てくれましたか。その服トラなんですね。そう、ここにトラがいるんです。一応みんな多分トラなんだけど、ここだけオレンジの生粋のトラがいますよ。ちょうど倍の年齢ですね。そうですね、12プラス12の年。そうそう、だからトラ年だから、そのこのトラ柄のニットをね買ったんですよ。飲みながら見てます。お、いいですね。はい、お仕事終わりかな。今日も一日お疲れ様です。本当にこれから夜ご飯です。いいね、いいね。何食べるんですか。あー、10月忙しくてどこも行けなかったの。あー、そっか、忙しかった。お仕事お疲れ様です。でも応援してくれてありがとう。あー、そう、いや、ヒーラー、あ、でも来てくれた人いるね。コンビニヒーラードルショー行ったっすよ。ありがとうございます。ブロマイドゲットしました。あ、嬉しい、嬉しいよ。あ、ヒーロー、舞台もヒーローもドルショーも見させていただきました。そうね。かっこよくなっちゃったね、ヒーラーだったね。そう、でもヒーラーのライブはね、もう、いや、本当に楽しかったです。始まって1曲目で、やっぱ今回その皆さんとの距離が近かったんでね、ライブハウスだったから
皆さんの表情がめっちゃ見えるんですよ。だからよりちょっと皆さんの表情を見てね、グッとくるものがあって、1曲目でちょっとこうもうグッときちゃったんですけど、なんとか頑張って最後まで歌いました。そう、コンビニエンスマン面白かったです。お、ありがとうございます。コンビニエンスマン BB もね、4人芝居だったんですけど、めちゃめちゃ楽しくやらせてもらいました。あ、煮物と野菜炒め、あー全然恥ずかしくないですよ。いいですね。お仕事終わりかな、染みそうだね。煮物がかぼちゃが今は美味しいからね、いいね。感動しました。あーよかった、めちゃくちゃ泣いちゃいましたね。いやもう最後は本当に耐えれなかったね。やっぱり終わっちゃうと思うと寂しかったね。ずっと心の中で終わらないでって言いながら聞いてました。うん、本当に同じ気持ちだったよ。まあでも4人の集大成をね、皆さんに聞いてもらえてよかったなと思います。ヒラーガールで声に惚れて水鏡の世界変えました。え、嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。すごい嬉しい。ドルショーのマリナちゃんかっこよかったっす。ありがとうございます。23日にはアイドル部署のねセカンドライブがありました。もう久しぶりのアイドル部署のライブだったんで、めっちゃ楽しかったですね。本当にノープリの曲も個人的にはすごい好きなんでね、できてよかったな、ライブ。あ、ファブポーテ待ってます。あ、後で行きまーす今日9時半からね、あのファブポーの堀内マリナのナーがありますのでね、嬉しいな、リスナーの方かな、見に来てくれてありがとう。そうだよ、この後ラジオ行くんだよ、ラジオの場所に行くよ。あ、水鏡の世界 MV4 万回再生おめでとうございます。あー、ありがとう、あ、嬉しい。本当にね、一人一人の方がね見てくださっているのがすごく嬉しいです。アミミンの髪型が大好きです。あれね、三つ編みのストレートね。でも毛質がすごい、あのすぐフォーフォーしちゃうんですよ、私の髪の。だからヘアメイクさんがそのね1回目と2回目の間もすぐにこう髪の毛をストレートアイロンでまっすぐにしてくれて、もうそのねヘアメイクさんのおかげであの髪の毛は仕上がっておりました。本当にヘアメイクさんがなんか私の髪質に合うヘアアイロンをねちょっと見つけてくださってね、てかこれが合うんじゃないかなって言って試してくれたら本当に合って、ありがたかったですね。ナノストレートアイロンみたいな、ナノケアみたいな。めっちゃストレートになってますよね。そうなんですよ。いやファブフォーで毎週声聞いてるから久しぶりな感じがしないっすそう言ってもらったら嬉しいな、毎週聞いてくれて嬉しいですね。そうね、毎週ねお話してるからね、慣れてきました。ラジオ、そうっすね。なんか自分でそのやったやつを聞いてハラハラすることは少なくなってきた自分で、うん、自分のラジオを聞いてハラハラしてるんですか。そうですそんな、いやーちょっとねでもね、いつもお題というかテーマ何にするかとかね考えて、はい、いやそうですね。でも一応毎日ここの頭の片隅にはファブフォーさんがねいるのでね、毎週自分でね、なんか分かりにくいよって小坂さんが言ってるの確かにと思ってなので、ね、その時の私はちょっともう一生懸命話してるんですけど、ちょっとね
勉強だなと思いながらねハラハラが楽しいのに本当そう言ってもらえたらね救われるんだったねあーでも小坂さんとマリナさんのやりとり好きです。あ嬉しいな本当に。あの皆さんの実況のツイートをね終わった後に見るのが楽しみで遡ってね。でもたまにはリアルタイムで見れたらいいかな。それもいいな。あエリザベートさんって来たそうですね見てくれてます。グラメンバーとライブコラボ、あそうね、またコラボしたいな。みんなも元気にしてるかな。あでも連絡もちゃんと取り合って僕もいるのでね。いやそうよ、皆さんは10月何してましたか。どっか遊びに行ったりとかしたのかな。ねえ、いや嬉しいな。ノーベンバー、ノーベンバー、あなるほどね。あのそう本当にいつも思うんだけど、私がいつもその朝あのおはようツイートでちょっとダジャレを言ってるんですけど、それに対する皆さんのリプが秀逸すぎてですね、本当にいつも笑ってますよ。あの話題をいただいております。いやすごいよ、ちょっと皆さんのこの脳内を見てみたい一回。あ10月生まれました。あお誕生日だったのかな。おめでとうございます。カオさんおめでとう。ライブや舞台ばかり見に行ってました。おーいいですね、ライブ舞台の秋。ピアノの練習を始めました。おーいいですね、楽器始めたんすね。ピアノを弾けたらね、好きな曲とか弾けたらいいよね絶対。バイバイバイで見に行きました。あマリンちゃんがね出てるミュージカルですね。私も見に行きました。すごく良かった。マリンちゃんめちゃくちゃ良かった本当に。その世界観に合っててね素敵でしたね。あ誕生日の人多い。10月末に20歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。20歳か、生まれたてだね。いいね、羽田空港で飛行機見に行きました。おーいいですね、羽田空港はいいよね。やっぱり飛行機見てるだけでね、なんかこう元気もらえるよね。最近モノレール乗りましたか。あうん、あのゆりかもめはね相変わらず乗ってるかな。そうそう、あラブライブミュージカルのチケット当たりました。おおめでとうございます。やったねやったねやったね。鉄道150周年の乗り鉄してました。えすごい150周年。なんだろう、それはちょっと私も知らなかった。10月は友達とタコスを作って食べました。いいねタコス、いいね、メキシカンだね。ああありがとうございます。やばい、鉄道について調べてくれた。なんか公式サイトがあるんですね。あでも全然開かない。あ来た、ありがとうございます。あすごい、 JR 東日本。あなるほどね、電車が鉄道が開業して150周年っていうことか。あすごい、それはめでたい。そうなんや、150年かすごいありがとうございます。150年前にできたんだ電車。そっかすごいな、一回できた当時にタイムスリップして見てみたいな。今と全然乗り心地違うんじゃない。確かに、いや違う、そう
地下鉄とか多分ないですもんね、きっと。ないと思う、ね、そっか SL SL おーあーかっこいい、すごい SL をこの東京走ってたっていうすごい衝撃だな。あ、150周年で新幹線満席、ああそうなんだ、国鉄時代、なるほどね。いや、奥深いですね電車の世界は。ターモノレールは好き、あ、好きですよ、あるよね奥のね、いいよね、めっちゃ自然豊かな場所を走ってたよね。ランド C、USJ 行ってテーマパーク満喫の10月でした。お、いいな、最高じゃないですか。いいな、わあテーマパーク三昧ですね。私も C はね行きました。でもビッグバンドビートっていうショーが一番好きなんですけど、ちょっとね抽選が当たらなくて見れなくて、もうマジで悔しかったです。抽選は5分前とかにギリギリを狙うと当たりやすいっていうのを信じてやってたんですけどね、全然ダメで、悔しいそう紛らわすためにジャスミンのフライングカーペット乗りました。いいな、 USJ はでもゾンビナイトやってるからね。マネージャーさん言うの長野やっぱヒューム姉さんのライブ行ってきました。お、いいね、私もこの間見に行きましたよ、ヒュームさんのライブ。いや本当に感動しました。もうパヒュームさんはね、あ、多いな、パヒュームさんのライブ見に行ってるの。いや本当にあーちゃんの MC が堀内さんは何の楽器が好きですか？堀内さんの楽曲を弾けるように頑張ります。お、私は、そうだな、でやっぱアコギが好きかな。曲を作る時もね、アコギでやってるから安心感がやっぱあるんですよね。ソラリンみたいなの乗りました？あ、ソラリンはね、ちょっともう混んでて、ちょっと並ぶのを断念しました。そうそう、埼玉にタイヤで走るモノレールあるんですよ。え、そうなんですか。でもゆりかもめがモノレールじゃないっていうことはちょっとこの間発覚したんですよね。ちょっとだからその同じ種類ってことかな。まあそう、残念。BBB当たったら飛び跳ねて喜ぶね。そうなのよ、そうなのよ、どうやって当たるんだろうな。あはは、静岡来れば SL 乗れるよ。あ、マジっすか。あ、あるの。そうなんですね。すごい、普通に走ってる、元気、元気、うん、すごいな、景気の SL か、乗りに行きましょう。いやじゃこれまたアホロベイクルーザーでやりたいですね。企画で行きましょう。ダウン、うんね、あ、みんな詳しいな、乗り鉄の方多いよね。そうですね、あ、そうそう、ゆりかもめはね、新交通システムっていうね、やこうジャンルらしくて、なんかレールがあるわけじゃなくて、なんかこう道路みたいな作りにやってるらしいんですよ、レールがね、レールっていうか高速道路みたいな作りになってるから、その上をタイヤで走ってるんですって。だからモノレールじゃないんだって。今日テーマ乗り鉄。気づいたら
着いたらちょっとね、みんなと乗り鉄の話盛り上がっちゃう。ストーブ列車？え、ないし初めて聞きました。ストーブ列車ってなんだろう。あたほりまりさんが調べてて、秩父にも SL ある。高崎でも見かけた機関車。あ、そうなんだ。ジャンボリってるマリナちゃんいつか見たいです。あ、そうだね、踊ってみた、やろうかな。ジャンボリミキ、そう、ありがとうございます。あ、青森、本当だ、すごい極寒の世界を走るダルマストーブを暖房にしたストーブ列車、知らなかった。すごい、本当だ、なんか寒い地域ならではみたいなね。なんですかね、知らなかったわ。知らなかった、すごい。そっか、寒いとそうだよね、あったかくし、ね、したいもんね。ありがとうございます。電車の話になっちゃうね。すぐ調べてくれる、本当にありがたいです。アンモリーナさんに聞いてみてくださいねって言った。ちょっとアンモリーナ知らなかった。知らなかった。ね、あったかそうって来て、確かに。ジブリパークオープンしましたね。しましたね。昨日からだっけかな。めっちゃ行ってみたい。ジブリ。グッズめっちゃ可愛いですよね。あ、そうなんですか。ジブリグッズ。めっちゃなんかいろいろ可愛い世界観をそのまま出してるような、すごい可愛いのたくさんありました。作品のグッズってことですか。うんうん、なんかね。耳を澄ませばの琥珀糖みたいなのとかあった気がするな。缶がめちゃくちゃ可愛かったですね。絶対可愛い、待ってた。もうね、自分で調べろっていうのね、ハリマリさんが調べてくださるのちょっと甘えちゃうんですね。いっぱいある、ありがとうございます。めっちゃいっぱいある。あ、ほんとだ、大活躍、ステッカー、トートバッグ、メタルブックマーカー、あ、T シャツ。ジブリは何が好きなんですか。私はもうハウルがめちゃめちゃ好きですね。あの世界観とかね、フランスが多分聖地なんですけど、景色がすごい綺麗だなと思って、あれそっくりさんだったんだ。あー、噂になってたやつ、で本人かと思ってた。え、私も思ってました、ね、そっくりさんなんだ。へえ、知らなかった。すごい、めちゃめちゃそっくりです、ね、そっくりすぎだよね。すごいな。ハロウィンやってたんかな。ああ、それはそうかも。地味ハロウィンってやってたな。地味言うなって。ごめんなさい。でもなんかツイッターで話題になってましたね。あ、本当だ。千と千尋のデザインの小皿とかあるんだ。可愛い。可愛い。なんて言うんでしたっけ、なんて言うんだろうこれ、あの頭だけの多い、多いって千と千尋の、ああ、あの、なんだっけ、なんだっけ、多いって、多いってやつ、多いってやつ、みんなわかる、ね、見せてるかな。いや、でもちょっと、あ、ちょっとやめとこうか、やめとこうか。
だ、耳を澄ませばゴースターの時、へえ。アンモリーナさんは何が好きなんですか、自分で。魔女の宅急便かな。あー、魔女宅、魔女宅もすごい綺麗だよね、あの。そうですね、てかジブリは全部綺麗だけど、うん、ポニョも好きかな。あー、かわいい、ポニョ。あ、カシラって来てる。あ、カシラなの、そのままなんだね。そのまま、あ、そのままなんだ。頭小皿って書いてるもんね、カシラ小皿なんだね、うん、確かに、ね、って書いてるね、書いてる。うわ、書いてる、書いてあるのに聞くっていう、どういうちょっと出直した方がいいですね、私のこと。これだけあんかな。あ、でもこんだけなのか、今見れるのは。確かに、うん、ね、今見れるのはそうかもですね。あ、そういう感じか。うん、なるほど。へえ、いやー、ちょっとこれは行きたいな。うん、いいね、いいですね、ありがとうございます。あの、お母さんの声ですかっていうのは、私お母さんではないですよね。ではないですよねって、ハテナじゃなくて全然違う。全然違う。そう、そこは否定していいと思う。そうですね、これは完全に、はい、うん、違います、違います、違います。さすがにね、お母さんは出てこないかな、うん。ジブリキャラにいそう。あ、でもなっちゃんさんとエリザベートさんの声似てますねって言ってる。でも似てるかもですよ。低いから、ちょっと私たち低いから似てるかも。あ、確かに、そうか、うん、トーンが似てるのかな。確かにそうかもですね。ちょっと高めに高めに話していきます。じゃあ高めにね。そりゃ思い出さないですか。一緒に出て出てきた。え、ちょっと一応ね、ちょっと一応、うん、ああ、ね、欲しいな。運の記憶がないんですね。すごいないですね。そばの子のように見守ってますけど。いや、本当、あのね、いつも伝えていただいてるので、ちょっと本当に。いやいやいや。そうなんですよ。優しくて、つい、そう、ちょっとね、私も言ってしまったとね。仮面かぶってでもいいから3人出てほしい。いやね、皆さんでもまだまだ早い、ちょっとまだまだ早い。いつかあるのか、いつかあるのか。ここかしらで。ああ。いや、でもそのこの時間でも100人以上来てくれて、ああ、本当ですね。ありがたい。明日祝日なんですね。あ、そうなんですか。そうか、そっか、久しぶりなのか。うん、木曜日か。じゃあ金曜日みたいなもんですね。うん、そうですね。花水的な感じですね。はい。いや、みんなちょっと期待しちゃった。あ、ごめんなさい。ごめんね。ないんです。ごめんね。優しくないんだ。ちょっと収まらないな。ごめんなさい。あ、文化の日ね。文化の日って何の日なんですかね。何なんだろう。どんな日だと思いますか。クイズ。文、でも、うん、その記念日ってことだから。うん、なんだろう、日本文化が生まれた日とか。うん、あ、歌舞伎とか。あ、でも、なんかもっとざっくりでした。あ、ざっくりなんだ。うん、
国民の祝日の日らしいです。あ、なるほど、はい、文化を進めることを趣旨とする。あ、だから休みなさいっていう日ですかね。そういうことか、うん、ボケてだって。あ、ごめんね、真面目に答えちゃったさっき滑ったからちょっとひよっちゃった。そんなにメンタル強くないんだでも今敵がいないんだから。あ、そうですね、お母さんだからね、ざっくりだな、したってみんなちょっとそうだよ、ざっくりみたい、ね、国民の祝日ですって皆さん。そっか、じゃあ休まないとねあ、お仕事の方も。そうだよね、そうだよね、まあね、そうね、文化祭、そうね敵これ小坂さんできて、いや敵ってはないよ、うん、そういうもんもね、小坂さんがいるから。いや、はい、ちょっと堀内さんがさらに面白くなっているのでね本当にね、うん、あんなになんか、うん、うまく生かしてくれる人はなかなか。いや、ね、本当にそうですよ、毎回毎回拾ってくれて拾ってくれた。ツッコミがね。そうですね。ツッコミが。たまに見放されますよね。あ、そうですね。ね、そこもいい感じですよね。お二人のお話のテンポが。うん、たまに入ってこないとかね、ありましたかね、一回。あはは。そうなのね。なるほど、なるほど、うん、言い任してやれ。でもこの間のラジオでは初めてあのちょっと突っ込めたというかね、あれなんですよ。突っ込みしたんですか。そうなんです。お、あ、まあ、これはもう小坂さんが、まあ、うん、しっかりね、あのただ言った、うん、いじったわけじゃないですけど、はい、その告知で、はい、マリアちゃんセリフとか覚えれるのみたいな、カンペとかない、うんうん、って言われて、うん、いやちょっと舐めないでくださいよと言って、うん、そうそう、ちょっと命かけてるんですよって言って、おそしたら、うん、あのスタッフさんがパッパーンって鳴らしてくれてそう、アドリブの強いスタッフさんですね。いや、そうなんですよ、さすがだ、さすがのハブフォーの皆様、うん、お世話になってますね、本当に、本当に、皆さん温かくてね、うん、あ、聞いてくれてる人も。あ、ほんとだ、あ、嬉しい、魂のツッコミでした、うん、魂で突っ込んだよ、うん、あ、みんな、あ、嬉しい、聞いてくれてる、やったね、嬉しい、あ、すごい、一気にみんな褒めてくれるよかった、ナイス切り返しだった、あの切り返しは分かった、ありがとう、ありがとういや、そう言ってもらえるとちょっと自信になりますね。そうですよ、もう小坂さんはねとてもベテランですのでね、初見です、あ、ありがとうございます、はじめまして、何で知ってくれたのかな、確かにみんな何がないんだろうね、うん、うん、初見の方になんか改めて自己紹介とか。あ、そうですね、うん、堀内まりなですね、でもあの、まあ、普段は声優アーティストとして活動をしておりまして、そうですね、でもそうだな、歌うことも好きで曲をたくさん作ったり舞台に出たりしています好きな食べ物は、好きな食べ物は、まあ、チーズなんですかね、
きな色は。好きな色はパステルパープル、ラベンダー、ラベンダー色。うーん、ね、休日は何をしてますか。休日は、まあ、やっぱりそう、ね、あのゆりかもめとかモノレールに乗りに行ったり、うん、またテーマパークに行ったり、うんしますね。無人島に1個だけ持っていけるとしたら何を持っていきますか。無人島、そうだな、1個だけ、地図。そうでしょ。いや、それがあれば脱出方法が分かるかなと思って。地図びっくりだ、びっくりした地図を持っていくのかと思いました。失礼しました失礼しました。いや、こちらこそ失礼しました。地図ですね。なるほどです。そうですよね。さすがにチーズだとね、うん、しかもチーズなんじゃないんだとかチーズなんだと思って。流れでね、なぜチーズってね。失礼。いやいやいや、パブリックイメージってすごいですね。確かに失礼しました。確かに。いやいやいや。得意料理は何ですか。得意料理はですね、そうだな、まあ、勉強はしたいところなんですけど、料理はでもそうだな、あのピラフ。ピラフ、ピラフ、おしっかりしてますね。あ、本当ですか。はい、いや、でも1回しか作ったことないんですけど1回な1回なるほど、はい、得意料理ということで、はい、はい、得意というのかっていうツッコミはね、ちょっと何がいいかなと。好きな動物は何ですか。あ、好きな動物、うん、そうですね、なんだろう、でもめっちゃ猫が好きなんですけど、好きすぎてアレルギーになっちゃったっていう、ことがありますね。ちょうど犬派猫派って。あ、本当だ本当だ、うん、あららら。そうなんですよ、うん。怖いものは何ですか。怖いもの、うん、お化けとか。あ、なんだろうな、お化けは大丈夫な人。お化けは、はい、本気で怖いから、あ、から、うん、無理やり友達だってこう思い込んでるそういうのやつですね。ありますね。そう、あ、すごい、みんな、皆さんがすごい質問してくれてます、ね。あ、本当だ。好きな季節は。好きな季節は夏ですかね。お、なんで夏が。やっぱり単純にもう寒いのが苦手なので。あ、これからちょっと大変ですね。いや、そうなんですよね、寒さ対策しないと。いや、本当に、ね、好きな相撲の決まり手は。相撲の決まり手、私たちは正解わかんない。決まり手って何なんだろう。何ですか。覇気酔い残った残った。あ、タケノコ派、キノコ派。あ、これはちょっと戦争になってしまうかもしれないな。こっそり言うとタケノコですね。こっそり、はい、こっそり、こっそり。あ、曲作りで影響を受けたアーティストは。あ、そうだな、でも、竹内まりやさんの曲とかは、意外でした。あ、本当ですか。なんですか。いや、なんか、はい、ですね、すごい、はい、やっぱこう誰にも言えないけど打ち解けてくれるみたいな、なんかそういう、ね、温かさを感じるんですよね。ゆうじまりやさん、プラスティックラブとかね。あ、そうですね、なるほど、はい、この時期に聴きたくなる曲とかありますか。かー、この時期、そうだな、そう
スピッツさんとかも好きなんで。いいですね。ロビンソンとか。あ、いいですね。うん、季節に合ってますね。あ、はい、いますか。あ、私も好きですよ。あ、そうなんですね。ロビンソンも好きだし、スタゲザーとかも好きだし、はい、はい、わかります。あ、いいですね、はい、あ、皆さんも聞くんですね、竹内まりやさん。で、そうですね、ね、ボナペティ、ジェマイラプソディ、セプテンバー、そうね、うん、全部いい曲。うん、あと何かあるかな。機械は得意ですか。機械は、あ、でも得意な方。そうなんですね。あり、うん、あの、うん、高校の時とかそのパソコンの授業とかすごい好きでやってました。じゃあ結構タイピングとかも。あ、そうですね。あ、早いですか。タイピングは早かったです。すごい意外な特技でした。あ、本当ですか。はい、そうそうそう、うん、あ、みんな好きだね。そうそうそう、ちょっとネタ切れなんで続いてじゃあ旅行に行きたい場所は。旅行に行きたい場所はフランスですね。うん、やっぱりネハールの聖地も巡ってみたい。じゃあ最近のマイブームは。あ、スプラトゥーン。お、よかった。そうゲームするんですね。そうなんですよ。うん、去年ぐらいにスイッチを買って、そこからあつ森やって、はいはい、あ、面白いですか。いや、面白いです。でも全然まだあの、ヘタピーで、そう、そうなんです。多分本当に私とメイクさんがゴリ押ししてた。そう、そうなんですよ。ホリマリさんとね、ヘアメイクさんがめちゃめちゃスプラトゥーン、うん、いいよって言ってくれて、うんうんうん、そう、すごい。なんかこの間撮影の現場でオールにスイッチ出してダウンロードしたのがめっちゃ面白かった。そう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 。ちょっと空き時間があったんで、あ、これそこからそうダウンロードしとこうと思って。なるほど。うん、すごいいっぱい質問。あ、ね、ありがたいですね。ありがたいな、本当に。たまにはいいですね。そうですね。なんかさっきまた100の質問やってってコメントが、ありましたね。うん、やりましょう、また。また YouTube もやりたいですね。あ、そうですね。いいですね。なんだかんだしてたら。本当だ。いい時間帯になってきました。じゃあね、いい時間ということで、あの、告知の方をさせていただきます。ですね。ラブライブシリーズ初のミュージカル、スクールアイドルミュージカルに椿ルリカ役で出演いたします。12月から公演が始まりますので、ぜひぜひチケットも、まだね、今抽選期間中なので、まだ申し込んでないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ申し込んでもらえたら嬉しいなと思います。あの、未完成ドリームというね、このテーマソングもこの間初解禁になったばっかりなので、みんな聴いてくれましたか。もうめちゃめちゃ素敵な曲なので、ぜひ聴いて会場で遊びに来てください。そしてですね、あのですね、ちょ、誕生日来年4月29日あるんですけど、なんかちょっとその付近でちょっとイベントをやっちゃおうかなって思ってて今日初めて言うんですけど、いろいろちょっとこんなことやってみたいなとか、あれやろうかなとか絶賛企画中なので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。また詳しい情報はまた、はい、あの、発表の時が来ると思うので、楽しみに待っててくれたらなと思います。はい、そしてですね、あの、昨日の夜また解禁になったんですけど、同じ事務所の角本飛鳥さんのラジオのイベントにゲストで出演させていただくことになりました。あの、まだね、これチケット発売中なんですけど、あの、先着順らしいので、皆さんぜひお早めにチェックしてもらえたらなと思います。角本ちゃんとイベントできるということなんで、ちょっと乾杯もあるかなみたいな。あ、
そうなんですよ皆さん。さらっとね、さらっと解禁したけど4月、そう、ぜひみんな遊びに来てほしいな。そうそう、バイベ。そうなのよ、ぜひね遊びに来てね。あのいろいろここでしかねできないね、いろんなちょっとことやっちゃおうかなって思ってるんで、楽しみにしててね。わ、忘年会チケットゲットしました。早い、さすが。そう、忘年会だからみんなちょっと早いけど年のせいということでね、みんなで今年振り返ろう、かくまちゃんと一緒に。お酒トークしちゃうかな。ね、だから12月は本番もあるし、イベントもあるし、来年も楽しみがあるから、私もみんなに会えるの楽しみに頑張ります。今日はでもあのこの後9時半から、ハブフォーのね、堀内まりなの名がありますので、ぜひ聞いてくださいね。こんな感じでございます。いやでも1ヶ月ぶりだったけど、みんな遊びに来てくれて本当にありがとう。やっぱりみんなとね話できるとすごい楽しくて、いやマジでめっちゃパワーもらえるよ本当に。ラジオ楽しみにしています、ありがとう。ちゃんとみんなのメールも全部読んでるので、そうそう楽しみだな、楽しみにな。スクショ、あ、そうですね、今日はなんだろうな。めっちゃ電車の話したな、うん、お母さん違うな。お母さんっぽいポーズってあんまなんか、あんま、あ、フィルターだ、そうそうでした、そうそうそう、フィルター使おうと思ったのに、あ、来た。できた。できた。あ、かわいいよ。あ、なんかジブリみたい。あ、ジブリだ。トトロだ。いいね。じゃあ、トトロ。トトロ。トトロ。え？あれ、トトロってこうか。たまにはちょっと可愛いやつにしないと、ちょっとみんな。いつもなんかこれかみたいな感じだから、今日は可愛くします。じゃあ、5秒ぐらい。はい。動かないでください。はい、行きます。5、4、3、2、1。はい。はい。なんかまだあるのかな。行っていい？あ、行ってないかな。あ、あ、キラキラした。ムーミンかと思った。近いね、似てる。お化け。あ、あれかな、若干ちょっとこメイクが。なるほど。なるほどね。ちょっと。あ、すごい。なんだこれは。これなんだ。突然アマゾンみたいになったけど。じゃあ普通で。普通で。はい。はい。じゃあ、みんな、ありがとう、遊びに来てくれて。今日はラジオがあります。またインスタライブしますので、その時またお話ししましょうね。怖かったね。ごめんね。じゃあみんな、またね。おやすみなさいの人も、これからお仕事の人も頑張ってください。ありがとう、またねー。